はい、皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日もですね、先日に引き続き、旭川女子中学生事件関連で、5月29日100万人署名活動に伺った際にですね、取材をしてきました。そのご報告になります。よろしくお願いします。ちょうどですね、旭川女子中学生事件で5月29日イオン駅前広場でですね、署名活動をやっていましたらですね、私以前もねちょっとお会いしたことがあるんですけども、高橋陽一さんという方がね、ちょうど署名活動に、お手伝い等に来てくださいました。その時にですね、今現在高橋陽一さんが行っている活動等についてね、ちょっとお話を伺っています。ちょっとマイクのね調子が悪くて、聞こえづらいところはテロップでね、補ってますので、ちょっとお話ししているところを見ていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。高橋さんは今日ね、この旭川の内容の駅前広場のこう署名の活動にこうお手伝いというですね、まあ、もうこれまで何度も署名のお手伝いされていると。そうです。旭川で、まあ、やるときはちょっと顔出させて、はい、そうなんですね、はい、高橋さんも実は YouTube もやられてるんですね。はい、なんかその他にね、はい、最近はなんかこのいじめの、はい、いじめられてる方々、はい、そのいじめられてる関係者の方からいろいろ相談を受けたりとか、はい、してるという話も聞いたんですけど、具体的にはどのようなことをされてるんですか。そうですね、まあ、LINE っていう、まあ、無料通信アプリ、LINE ね、はい、LINE ですね、まあ、一番その日本で、まあ、普及してるかなっていうところで、はい、まあ、なんとかネット上でですね、はい、そういった声を聞けないかなっていうのを、4ヶ月、5ヶ月ぐらい多分いろいろ試してて、はい、まあ、最近になってちょこちょこなんですけど、そういった LINE の方から相談を。じゃあ4ヶ月、5ヶ月、ちょっと昨年ぐらいからそうですねやられてるんですか。 そのぐらいから、はい。ってことは LINE で相談を受けるってことは、こうやって会って面談してではないんですね。ないですね、はい、LINE で相談を受けてて、はい、今はまあ相談が来るようになってきた。そうですね。いろんな地域は北海道の方、いや、もうそこも匿名だったりもするんで、今いろんな全国から、はい、高橋さんを挟んで、はい、でいろんなところも、そのLINE って、まあ、無料なんですよ。この無料の相談を受けてますよっていうのは、どこかに告知されてるんですか。いや、特にはですね、ツイッター上でちょっと告知とかはしてるんですが、はい、そんなにはしてないかも。高橋さんのツイッターで告知してるんですよ。これね、私の YouTube で、はい、流れるんですけど、はい、これをそのツイッターのここを見たら出てますよっていうのはお伝えしてもいいもんですか。あ、本当、結構です。宣伝させてもらってもいいと思います。はい、でその LINE でやり取りをしながら、いや LINE は直接やり取りになるんですね。そう、まあ、直接ではないですね。オープンチャットっていうのがあって、ね、はい、そこの部屋っていうのが、はい、チャットルームに入ってもらって相談を行うので、はい、そう相談すると他の人も見れるんですか。いや、見れないようにしてます。あ、例えば私が相談者だとしたら、このオープンチャットルームに行って相談を高橋さんにすると、はい、私の相談は高橋さんにしか見れない。そうです。他の方は見れない。見れないようにしてあるんです、はい、あ、だからもう1対1で話するような感じになってるんです。で、中にはこうグループで話できるように設定することもできるんです。ただ高橋さんの部屋というか、そのチャットルームは1対1で話できるように。そうです。普通の LINE のやり取りみたいな感じなんです。で、実際1名暴力っていうのがやっぱり相談だと思います。そのいじめでね、暴力受けたりとか、いわゆるいじめをされている人、方々、はい、被害を受けている人たちっていうのは、学校の先生とかに相談したりしているんですか。
挙している場合、あまりしてない方の方が応援してないとできない。できない。いろんなやっぱり、まあ、法律が怖いというか、やっぱりその加害者から。そうです。はい。それもあるんですけど、やっぱり金込んで金込んで、で、どこかに、そうなんですね。そうなんですね。という場合が多くかなというふうに今は感じてはいるので、今はね、相談受けてて、はい、今ね見ていただいた通りなんですけども、高橋陽一さん実はね YouTube やられています。高橋陽一チャンネルというね、カタカナで高橋陽一チャンネルというのをやってます。まだ登録者ね500人ぐらいしかいないんですけどもね、非常に頑張ってねいじめの問題取り組んでいます。インタビューの中にもね出てきましたけども、実はねこのいじめの相談をね高橋陽一さん受けてくださってます。お一人ではなくてね、何名かで、こう、グループでね、ボランティアで、完全ボランティアでね、やられています。LINE 等を使ってですね、個別に全国の方々のね、いじめの話を聞いたりとか、アドバイスをしたりとか、そういった活動をね、されていると。まあ、旭川に住んでいる方なんですけどもね、そういったことをされています。もしね、そういったいじめの相談、私も受けてますけどもね、その LINE 等で高橋さんと話をしてみたいとか、また高橋さんの動画等を見てみたいとか、高橋陽一さんね、お仲間とね、いじめの歌とかも作ってるんですよ。ぜひ、そういう楽しい動画もあるので、もしよろしければね、そういった、YouTube の方も見ていただければと思います。また高橋さんともちょっとお会いしましょう、なんていう話をしていますのでね、また6月にも会えることを楽しみにしております。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあコメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。